大関力士妃大関力士妃は、東京都江東区の富岡八幡宮に立つ大相撲、関連の石碑である、歴代の大関力士を検証するものである。1983年10月5日に完成。9代目、市川段十郎と5代目、小野駅菊五郎が1898年に寄付した2個の仙台一種である。江戸漢人相撲で、 初めて木版ずりで発行された縦一枚番付で、ある1757年10月のものに、大関として記されている雪、宮山健太雄を初代とし、こと、欧州勝則までの114人の執行名と、出身地が刻まれている。このうち横綱に昇進したものや、看板大関は刻まれていない。国名式は、横綱力士とは異なり現役引退後に行われ、 完成後初の引退大関となった、ことかぜ号機以降、引退順に国名される。ただ国名式自体は、小2式八0基地引退時を最後に行われておらず、その後は、春馬富士と各流の横綱力士被国名式の際に、それぞれ国名されている。また同所には、巨人力士新潮比、巨人力士手形、足形石踏み、競合関分け力士比。 釈迦竹刀身碑も建てられている。巨人力士新潮碑には、江戸時代からの超新力士12人の名前と新潮が刻まれている。競合石分け力士碑は1957年に建立され、ここには江戸時代から昭和までの最高位が石分けだった力道山、北のようら約50人の個名が刻まれている。彼ら以降にも、 上位キラーと呼ばれた関分け力士は多数存在するが、新たに刻まれてはいない。ありがとうございます。